今週もやってまいりました森さんのところです。では今日は仕事ではなく、今は午後の2時過ぎなんですが、白柿をしているということで田植えの準備を着々と進めているようです。音がします。ちょっと行ってみます。でも見ていきますか。これはあれ、あれですね、ズッキーニだそうです。出てこなかった。あの辺でなんか重機がの音がします。あの辺だと苗はどうなってるでしょうかね。あ、苗はこんな感じに育ってますね。じゃあ行ってみます。こんな感じで洗濯物を干してます。この畑に、おお、なんだなんだ、あ、トンボが、何か植えてるって言いましたね。ここも草刈りがだいぶ済んでます。すみませんね。あれは何でしょうか。ちょっと揺れてます画面が。先生に、お姉さんが、立派な苗が並んでます。ここに何箱くらい、ここは広いですね。これで白かきをしています。上から見てみますか。こんな感じです。
このもう収穫してますね。午前中やったんでしょうか。ここに植える苗もちょっとパッと置いてあります。お兄さんあそこです。仕事してます。今日は話すのはちょっと無理そうです。こんなここは広いですね。どれぐらいなんでしょうか。よし、じゃあ今日ここで帰ります。これご飯のそのまま上にかぶ乗っけちゃうんですか。スープ逆にスープの方にご飯を入れたりするんですか。はい、今これ2合炊いてるんですけど、はいはい、あそう2合食べちゃう時もあります。あ1回ですね。すごいです。2回分ける時もあるんですね。翌日の昼用にとか朝用に。基本はそうですね、はい、今回は1合だけこっちに投入して、はい、で食べて、はい、で残りの1合は次の日食べる、はい、1日2食ですね、はい、そういうサイクルなんですけど、お腹が減ってる時とかは2合バーンって入れちゃうときですね、はい、それはすごい。これだけ火があったらあっという間に煮立ちそうですけど、そうでもないんですね。なかなかわからないんですけど、今考えてるのは少しでも保存を良くするために、はい、今そこから取ってる水があるじゃないですか、はいはい、冷たい水、あれは湧き水なんで、はい、夏でも冷たいんですよ、はい、だからそれをちょっと使えば、はい、まあ、冷蔵庫とまではいかないですけど多少は日持ちさせることができるかなっていう感じしますね。本当そういうあのタンクの中に突っ込んでれば、あ、はい、防水のなんか、はい、ありますね、箱みたいな、はい、まあ、ジップロックとかでもいいんですけど、はい、で基本的に生ゴミ出さないんですよ、はい、ああはい、それはどっかにじゃあ畑土とかにある、はい、生ゴミを出しちゃうと、はい、多分獣が寄ってくるんで、ああはい確かに、そういう意味も込めて、はい、生ゴミは出さないようにしてると、穴掘って埋めとけば、はい、大抵のものは分解してくれるので、ああはい、そうです、自然の。この意外とうまいんですよね。僕の舌がもう麻痺してうまいと感じるようになっちゃってるのかもしれないですけど、でも卵潰すんですけど、ああもうそれもあれなんですね、中に混ぜ込む感じですね。でそうするとまあスープがいい感じにそのまあドロッとする感じになるんで、とろみが出る、カレーっぽくなるみたいな。だから1日2食昼間お茶漬けを食べて、はい、夜カレーを食べる、うん、お茶漬けの具は何もない、もしくは味噌、あ、はい、もしくはさっきの煮干しと、あ、はい、椎茸と、はい、昆布の粉末ふりかけみたいにして、はいはい、多少塩とか入れるんですか。ああそうですね、味噌入れない場合は塩、まあ、そういう塩気でお茶漬けを食べるというそういうパターンですね。食事は毎日それです。それが毎日ですもんね。それが1合やっぱ結構ありますね。かなり多いですよ。はい、これびっくりするぐらい多いですよね。多いですよ。鍋1杯ですもんね。はい。ご飯が1合で。それで 2合ぐらい入ってるのに見ますけど、それ1合なんですね。これで1合分ですね。へ、え、ぇ、ー、結構たくさんだ。こんなんです。生もんです。結構大きい鍋。これを、はい。一食で食べます。一食で私服の時ですね。これだけ苦労して、
もう僕は多分、脳内で変換されてこれは美味しいっていう風になってるんで美味しいんですけど、はい、美味しいです。良かったです。